景色に左右されるんですよ。国際的に活躍できる人材を育成したいっていう意味で。バッチリじゃないですか。グッショーとかビューティフォーショーとか。グリーンがめっちゃむずい。伝わらないと思うんですけどね、動画だと。このホールはそうですね、やっぱバンカーが見えてるんで、右バンカーの左、はい、狙いで、はい、ここちょうどあの谷が見えなくていいですね。あ、そうですね、ここちょっと後ろなんで、ね、はい、ちょっとこの一個前だと、ね、そうですね、ちょっと気になるかもしれないですね。はい、で一応バンカーで220ぐらいのところです。バンカーの方行くと次狙いづらいですか。いや、手前、左手前の方でしたら全然大丈夫ですけど、右目に行くとちょっと了解、打ちにくいかも。バンカーの位置が、そうですね、押す、あ、素晴らしい、打つ瞬間ゴーってなってリラックスして打てないね、力が入る。日本ではナイスショットの時はナイスショーって言うんですけど、ナイスショーって言いますよね。まあ多分ネイティブの方にはちょっと通じないみたいで、グッドショーっていう言うみたいです。なるほどね。今ちょっと聞いたんで言ってみたんですけどね。あ、ありがとうございます。そうです、ね。じゃあナイスで英語な感じだと思って勝手に言ってたけど、そうですね。通じないんですね。そうですね。グッドショーとかビューティフォーショーとか。あ、ビューティフォーショー、はい、とかやったりするみたいです。グリーンとかでもちょっと言葉が違ったりするらしいんですけど、はい、スライスとかスライスとかフックとかですね。私も海外行った時に通じなくて、はい、え、スライス、スライス英語だと思って喋ってるから、はい、全然、え、何言ってるんですかみたいなそうなんです、そうですね、スライスは、うんうん、ブレイクトゥーザーライツ、ブレイクトゥーザーライツ、はい、で、フック、はい、フックはブレイクトゥーザーレフト、レフトですね。全然違いますね。いろいろ面白いですよね。通ずると思ってたら全然違いました。はい、勉強になりました。ちょっと打ち上げがかなりきついんで、ここはウッドですけど5番でロフトのあるウッドで打ちます。結構ナイスショットしたんですけどね。あれ、ちょっと待った、バンカーあります。の右手前にバンカーがあります。何ヤードで入っちゃいますよ。打ち上げ入れて120。めっちゃ入るやん。どうしよう、あのピンの本当は左がいいです。左に花道があるんで、はい、かなり難しい、かなり難しい、ヘッドアップしてる、ヘッドアップしてるよ、めっちゃでも残り少なくなったから刻んだってことにしましょう。そうです、そうですね、刻んだ刻んだ。オッケー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 、出ました出ましたイエーイ。まあまあ、あの、はい、変ですけどいいと思います。変なショットですけどいいです。うまい、これめっちゃ速いからみんなめっちゃ速いから、左が狭いっていうとこですかね、うん、引っ掛けそうだね。そうなんですよ。でもピンの位置的に右の左ピン切ってたら難しいね。左切ってたら難しいですね、うん、こう気持ち、うん、番手上げた方がいいですか。番手大きい方がいい、ちょっと大きい方がいいと思います。だいたいここ上げてるのでアゲンストが多いんで、35微妙8と7で130は絶対いると思うんですよ。
じゃあ7に、うん、はい、7でもいいけど、ここは新潟を突っ込まなければ大丈夫。完璧な気がするよ、うんうんうん、完璧に、ナイスオン、おお素晴らしい、ナイス、今良かったですね、ナイスいい風の抵抗まで読み込めた。え、頑張って、え、嘘、おってなったね。あと人伸び、人伸び。これは S 字ですか。そうです、右ドッグレッグでちょっと打ち上げで600ヤードぐらいに感じますね。長いと思います、ね、体感的に。あ、これボギー取るの結構気をつけポイントは、まあ右の OB と。そうですね、痛い、髪の毛が引っかかった。大丈夫、いや、いいとこです、いいとこです、ど真ん中、ナイスショットです。いや、グッショー。あ、そうでしたね、グッショーですね。おお、惜しい。ナイス、よい、よい、パチパチパチ。惜しい惜しい惜しい、でもでも惜しいですよ、惜しいです。あー、ちょっとヘッドアップしてるな。頑張れ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 、まあまあまあ。うまい、ナイスオン。なんで私が片足打法かと言いますと、これね、片足立つこと左足体重が意識しやすいのと、クラブをインに引きにくい。片足でインに引くとこうなっちゃうじゃん。片足でこう上げる練習です。あ、ちょっと流れちゃうか。もうちょい。もうちょい。いや、嘘嘘嘘嘘嘘。まっすぐでいいんですかね。うん、右カップいっぱい、うん、そうですね、カップ右ぐらい。頑張って、ちょっと緩めちゃった。すいません。右目の方がやっぱグリーンが見やすくて狙いやすいですね、うん、3打目勝負ですね。3打目の位置が結構ね、ガンって上がってるんで、上がってるので、セカンドを綺麗に刻むか、もうグリーン手前まで持っていくかですね。そうですね。あー、帰ってこなかった、やばい、やばいか。クラブミスですね、完全に。近くをクラブは飛んでます。ダフったけど、あ、でもいい感じかも。あ、いや、でも止まりました。来てるわ、右、右来てるわ、右。あれ、さしてる、出てきました、出てきました今、最後の最後に。上がってみてびっくり、グリーンがめっちゃむずい。向こう下がってる、こっち上がってる、ピンの位置が伝わらないと思うんですけどね、動画だと。来て実感してください、皆さん。この位置はここから下るよ、はい、ここから下るよ、そこから下りです。ここから下るよ、ここから下り、強い強い。
グリーンキーパーの藤田さんです。よろしくお願いします。で今日は、グリーンはどういう状態ですか？ね、ちょっと早めにセッティングしてます。 9.75 ちょっと早め。結構早めですね。はい、はい、トーナメントになるともうちょっと早くするんですか？10フィートぐらい。10フィートぐらい。じゃああと3ぐらい上げてみたいな。そうですね。硬さとかもちょっと。硬さはね、今ぐらいですね。今ぐらいで、はい、結構いい感じですよ。私この間たまたまグリーンキーパーのこうカップ切りとか、こうなんですか、こうやってやってスティートそう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 やったんですけど、もうアナログだなと思って、もっとなんかこうドリルみたいなでグーンみたいな思ったんですけど、え、こんなこと毎ホールやるんですかみたいなことやってて。そうそう、毎日。はい、なんかこうすごく気をつけていることとかってあるんですか？やっぱりね、グリーン顔なんで、うんうん、何かあのオイルこぼしたりとか、うんうん、削ったりとか、スパイクとかグリーンもあるんで、削ったりとかすると傷がつくんで、その辺かなり神経質。神経質。じゃこうなんか、まあ、プレイヤー、まあ、お客さんとかにこういうのは気をつけてほしいなって、グリーン大事にしてほしいなみたいなことってあったりしますか？やっぱり引きです。引きずりで、ね、ね、はい、そうですね、うん、あとボールマークね、直してほしいですね。皆さんお願いします。お願いします。ではグリーンキーパーの藤田さんでした。ありがとうございました。 LPGA ステップアップツアー ECC レディースゴルフトーナメントが7月5日から開催されます。私、さゆさこころも本戦取材に行っちゃいます。詳細や当日券は概要欄のリンクにあるので、そちらを参考にしてもらえたら嬉しいです。現地に、ね、来られない方もトーナメントの模様がなんと生放送されちゃいます。なんでぜひ ECC の YouTube チャンネルでご覧ください。みんなで一緒にトーナメントを盛り上げましょう。バイバーイ。